パパーツの身長がなんと5センチも伸びてる。フリットの身長を超えた193センチの超大型フォワードは実際に強いの？まず CF で使うべきか OMF で使うべきかって話なんだけど、絶対に OMF の方がいいね。無印かつ OSM もね91になるから抜け出しがめっちゃ良かった。これ見てほしいんだけど、いや完璧な抜け出しじゃない？で、ここしっかりと決める。スピシュンも85、83と最低限あるし、193センチだからやっぱりね体強く感じるね。スキルもね結構優秀で、ワンシュー、スルーパー、ミドル、コンカ、ライジング持ち。これにねダブルタッチとかついたらもっと使用感良くなりそうなような。決定力は84の、カーブ数値は88だから意外とね決めてくれるよね。守備数値はね全然高くないんだけど、まあ身長が高いから意外とパスカットもしてくれる。ドリブル数値はね結構絶妙。細かいタッチはできないけど、まあキープできないってわけじゃないよな。難しいねこの評価。個人的には身長がねプラス5センチされて結構面白い選手になってると思う。おすすめの育成はこれ。